はいどうも、ウィングチャンネル、ケメです。さあ、今回なんとなんとウィングで YouTube チャンネル新たに再始動することになりました。さあ、メインはちょっとこんな感じで、僕スタッフケンメがバンバン話していこうと思うんですけど、実はもう一人ね、はい、スタッフの中田です。で、僕はこんな感じで前で喋るんですけど、中田はちょっと声だけの出演ってことで、顔をじっくり想像して楽しんでみてください。まあ、見てみてよね、見てみての楽しみをね、ぜひ顔見に来てください。僕は可愛いと思います。はい。さあ、ちょっとお店紹介ってことなんですけどね、これがちょっとウィング金沢店の外観です。どう、お互いちょっと半年ぐらい入社したんだけど、どう、最初の感想。私は入ったことがなかったので。ああ、そうやね、そうやね。僕はもともとお客さんだったんですけど、僕はね、入ったことないよね。どう、最初の感想。店内は綺麗やなと思います。ああ、俺の感想はでかい、白いです。こんな感じで、なんか表はタグホイヤーとこっち IWC っていうブランドの時計がバンバンってあるような女をやってます。さあ、じゃあ早速中見ていきたいと思います。入店入店。さあさあ、それでは2階のブースちょっと見ていきたいと思います。はい、やってまいりました。こちらがウィング金沢店の2階のブースになります。見てください、これがブライトリング時計です。こちら見てください、ブライトリング時計です。こちら見てください、ブライトリング時計です。そうです、全部ブライトリングですね。ここが一応2階、全部ブライトリングのコーナーになります。全部ブライトリング。もともと実はウィングってカーショップだったんです。知ってた？知らなかったです。ね、元々車のなんか改造とかをしてて、そこに時計を置いてから時計を販売っていうのが始まったんですけど、それを最初に取り扱ったのもこのブライトリング。覚えておいて。で、元々ブライトリングは腕時計ブランドっていうのは、飛行機のパイロットにやってるケーキブランドっていうことで、作り組みも非常に頑丈です。バッチリしてます。パイロットと結婚したいね。結婚したい。一応こんな感じで結構広々、商談スペースもたっぷりありますんで、ぜひゆっくり座ってオレンジジュースでも飲んでってください。それではお次はあちら。さあ、お次は下のブランドを見ていきたいと思います。はい、その前に、はい、紹介していきます。高田さんも入りたい？入りたいです。入りたい、はい、入れてあげます。それは行ってみたいと思います。はい、ここがウィン金沢店の VIP ルームになります。加賀の伝統を、モチーフにしたこういう織物とか、下にある加賀の九谷焼とかをイメージして作られた、お殿様が住むような部屋っていうのをイメージして作ってあるのがビップルームです。全部買えます、これは。はい、ですし、全部ウィングオリジナルとか、これとかそうです。ウィングのオリジナル模様を加えたやつ、これとかで実はうちに来ていただいたお客様にコーヒーとかもお出ししたりしてます。かんだね。ねえねえ、余談ないけど、ここで面接した、入るとき。私ここじゃないところです。あ、本当？はい、なんか入るときここで面接するしとる人おるらしいよね。へー、めっちゃ緊張してる。緊張して頭真っ白なんだよね。多分俺んちのソファーより高い。はい、はい、ではお次、下のブランド行ってみたいと思います。はい、こちらは弊社で時計をご購入いただきましたお客様が、コーヒーを召し上がりながら時計ラインで楽しんでいただくスペースになってます。なんか珍しいよね、こういうバーカウンターがあるね。結構入った時は衝撃だったんですけど、
常連さんとかは意外と週1回、2回召し上がりに来られる方もたくさんおられるので、ぜひ来られてください。で、最近はね、こちらです。ウイスキーの取り扱いも始めましたので、ぜひお酒好きな方、ハイボール好きな方、ぜひお召し上がりに来られてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。第1回ウイングチャンネルでした。次回は今回紹介できなかったところも紹介していきますので、皆さん楽しみに。バイバーイ。